諸資料とは、大上官をはじめとする律令制の中央監視に属する所要のこと。律令制における中央財政は原則として、大蔵省に入った伊佐尾長及び大医療に入った燃料薄月米から監視の経費及び官人の人件費の主要な財源となっていた。例えば、官人の人件費の中核である給与制度は、暗い六、末六。 自腹愛さを、町から、月量、洋劇量、番上家庭は燃料薄月前から支出されていた。ところが、奈良時代後期以後、養鳥収入の悪化によって、中央財政が悪化すると、それらの負担は地方に転嫁されるようになったが、解決には至らず、かえって地方財政の悪化まで招いた。そのため、平安時代の元行三年、機内に四千町の関電を設置して、 監視の経費、人件費を捻出しようとしたが、2年後には、その一部が分割されて、直接監視に与えられ、それぞれの監視が独自に財政を運営することになった。これらは、洋劇伝、諸子伝などと呼ばれ、諸子領の原型となった。その後、それぞれ監視が必要な費用や物資を両国と、称された諸国に割り当てる両国制を採用するようになった。ところが、 平安時代末期になると、戦乱の影響で諸国からの領物が急速に減少していった。そのため、代わりに諸国に便乏法設置して、実質上の荘園経営に乗り出したり、久保人や商人から条文などの名目で課税をしたり、立文税に、積船などを徴収した。例えば、内蔵量や内前酒は鳥や魚、大衣料は米、増酒酒は酒など、 当時の一大消費地であった京都をめぐる流通、販売に関与して調税したのである。その他にも諸国にあった、高田乗りかの自施に由来する、大城館栗明上や、大稲田を背景とする、大井料料、氷室を背景とする、門戸ド料料、蕎を,を背景とする修理食料などが存在した。また、監修家をい制の展開とともに、 特定の区画が特定の監視の長の地位につくようになると、それらの区画の資料と所属監視の所領の区別が不明確な状況で運営が行われる場合もあった。もちろん、諸資料である以上、その収益は監視の運営に使われるのが前提とされ、監視の長が複数の系統によって担われていたり、長が開館されて交代となっていた場合には、 書士料は公認へ引き渡しをしなければならなかった。また、書士料は天皇に奉仕し、また天皇を中心とする朝廷組織の運営に使われている点において、金利五料の性格も有していたから、書士料の売却などの目的外行為が発覚した場合には、天皇は、官司の長を開館した上で、書士料も没収し、さらに朝廷や幕府による特政令や、 高領工業令が出される場合もあった。ありがとうございます。